今回の遺跡童話展のですね、見どころなどをちょっとお願いします。はい、今回の種子島の遺跡童話展は、鎌倉時代から種子島を支配しておりました、種子島家のお墓を中心に、企画展をまとめました、お坊墓地とお鳩墓地という2箇所の墓地があるんですけれども、そこについて、石塔からとあとは歴史的な古文書からと、両方資料を調べてまとめてみました、一番の見どころはどういったところでしょうか。一番の見どころはですね、石塔実物そのものと、古文書などを調べた結果がこううまく合致して、種子島の歴史を、石塔からこう紐解くことができたというところが、一つ見どころかなと思っています。2箇所ある種子島家の墓地なんですが、このお坊墓地の方が古い墓地だと言われています。で、種子島の当主、また、奥さんですね、夫人のお墓があるとされていましたが、江戸時代になってどれが誰の墓かわからなくなっている状況になった時に、1860年、正寿院という女殿様が政治を取り行っていた時期があるんですけれども、その女殿様の正寿院が、くじ引きでわからないお墓に誰のお墓であるかを当てはめたということが古文書に残っておりまして、そちらの古文書の写しも展示しております。この前が古文書なんですね。そうですね、この丸がついているところがくじ で、ね、くじで誰のお墓と決めたというくじで決めたんですね。記録になってます。面白いですよね。伝承が残っていたり、文字がちゃんと残っているお墓についてはもちろんそのままそれを当てはめてるんですけれども、それ以外のもう記録もない誰のお墓かわからないものについてはくじで決めて、一応丸でこう印を古文書にも残してあるんですけれども、この、お坊墓地には今何体の石塔があるわけですか。今18基の石塔が立っています。18基ですね、今この写真に写っているものはどんな、人物の石塔ですか。一番右からですね、五代時元、その隣が五代時元夫人、その隣が六代時光、ここまでが大きい石塔で、その隣が六代時光夫人、その次が七代頼時、その隣が十六代久時、その隣が六代頼時の夫人、その隣が八代清時夫人、そしてその隣が十四代時高、鉄砲伝来の時の殿様ですね、でその隣が十代旗時の夫人、そこまでがこの写真に写っています。その中で、石塔の中で久時公の石塔は結構大きな石塔なんですね。そうですね、十六代久時公の、お墓は山川石という黄色い、凝灰岩なんですけれども、よくお墓には使われている石なんですけれども、作りもすごく凝った石塔になっています。お父さんの時高公よくいい石塔ですね。そうですね、やっぱり活躍したんでしょうね、そうですね、又太郎さんですね。これはどういった人物なんですか。又太郎はですね、今ここに家系図を載せてるんですけれども、家系図ですね。6代時光に、子供、世継ぎがいなくて、また時光自身も病にかかって、世継ぎがいない状態でだった時に、このちょっと遠縁にあたる又太郎という人物に、家督を譲るという約束をしたそうなんです。ただその後時光の病気が治って、さらに世継ぎが男の子が生まれてしまって、その約束をしてしまったことをこう時光は後悔して、自分の子が生まれたのでですね、それで又太郎という人物を暗殺をしたという歴史が残っています。暗殺するわけですか。又太郎は暗殺されてしまったんですね。そうなんですね。そうやって暗殺されてしまった又太郎のことはこう手厚く
葬ってですね、そうですね、野間に安置して日輪大明神として祀ったと伝えられています。で、今建てられているお坊寺に建てられているこの又太郎の墓はまた後世に建て直されたものだと思います。この墓ですね、はい、やっぱり大事に祀られていますね。祀られているわけですね、はい。昔はその跡取るというのは非常に大事なね、そうですね、家計でも大事な位置でしたので、はいはい、まあ、悲運が余ってるんですね。そうですね、ちょっと巻き込まれてしまった、世継ぎ争いに巻き込まれてしまった又太郎という方のお墓もこのお坊墓地の種ヶ島家の墓地の中にあるわけですね。はい、はい、あります。その又太郎の暗殺があったちょ何代か後の話になるんですけれども、はい、八代清時がですね、はい、まあ、自身のいとこにあたる野辺左衛門森澄という人物を、はい、まあ、これも殺害してしまうという記録が残っています。その森澄は、渋しにお嫁に行った種ヶ島家の女性がいたんですけれども、はい、その方の子供ということで清時とはまあいとこ同士になるんですけれども、はい、まあ、種ヶ島に森澄がやってきた時に、はい、今の城ヶ浜というところ で、ね、はい、殺害をされて、で、その魂を、まあ、慰めるために今はこの 大野山神社の境内の中に、若宮神社という小さい白い祠があるんですけれども、ね、はいはい、その白い祠がですね、その森澄の霊を慰めるために、作られたものと言われています。はい、でも石塔とまあ関係のない部分ですけど、はい、この渋しからやってきたというところが少しキーになるのでこの部分も取り上げてみました。で、まあ、渋しの野辺家と種子島家とがまあ婚姻関係を結ぶ間柄であったということが非常に重要になってきまして、それを踏まえた上で次の石塔を見ていただきたいんですけれども、このお坊墓地にですね、この白っぽい花崗岩という石の石塔が2基あります。これですね、はい、この下の下の方ですね、はい、これですね、はい、サイズとしてはお坊墓地の中ではすごく小さい方なんですけれども、はいはいはい、花崗岩はまあ種子島では取れない石材でして、はい、まあ、お隣の屋久島にもあるんですけれども、はい、屋久島 の花崗岩とはちょっとこれは違うということで、はい、どうも関西の方から持ってきている石材で、はい、花崗岩で作られているんではないかとこう専門の方がおっしゃられてまして、はい、で、鹿児島県内でその関西の方の花崗岩を使った石塔というのが、はい、この種子島家のお坊墓地とあと渋しの方に3基ぐらいあると言われています。渋しの方ですね、はい、で先ほど野辺左衛門森澄の渋しとちょっとつながってくるんですけれども、渋しと種子島と、まあ、関西とっていうのがこう海のルートでこうつながれていたんではないかなというふうに言われていまして、そういう海上ルート航路のですね重要な場所として渋しと種子島があったのではないかと、で、まあ、その婚姻関係を結ぶような密接な協力関係にあったというのもそれをまた裏付けているのではないかなというふうに考えています。で図がちょっと書いてあるんですけど、なんか特徴が何かあるんですか、はい、そうですね、この右の花崗岩の右の形のお墓のことを五輪塔と言いまして、五輪塔ですね、はい、隣の方が宝鏡院塔という形の石塔になりまして、はい、その説明を少し、はい、書いております。で、まあ、その渋しの花崗岩があるお寺からはこの神井焼きという奄美で徳之島で作られている焼き物も、神井焼きですね、はい、これですね、はい、発掘調査で出土していますので、まあ、関西から、まあ、瀬戸内を通って渋し種子島、また種子島が最後ではなくてさらに南方の方にもこうルートは続いていたのではないかと考えています。やっぱり流通というのはやっぱり大事なことなんですね。そうですね、はい、つながりがです、ね、あるんですね、はい、すごく面白い部分ですね。あ、それとやっぱり渋しとはやっぱり、そうですね、やっぱり縁があるんですね。縁があったみたいですね、まあ、何代にもわたってそのあたりその時期は
志布志と種子島とがこう強く結びついていた時期だったというふうに考えています。今種子島には延べた精油がありますよね。ありますかね。そうですね、きっとつながるかもしれない。きっとなんか作っていけばなんかね、こう渋々となんか到達しそうな感じもしますね。だからこの石灯とこの文献に残ってたこの、これがこうすごくカシャンとこう合致して、そこがすごく今回面白い、ね、ところでした。はい。まあちょっとそれね、ちょっとあの悲劇もね、ちょっとあるんですけどね。そうなんですね。そうなんですけどね。はい。ありました。ありがとうございます。はい。その関西からのこう、はい、ルートがあるというのが先ほど見えたところなんですけれども、それをまた表しているのがこの大きい五輪塔になります。これですね、はい。お坊墓地にも同じような形のがあって、この今実物大にしてあるのはお鳩墓地にあるものなんですけれども、この形の五輪塔のことを西大寺様式の五輪塔といいまして、奈良県の西大寺というところからこう全国に広がっていった立宗の、宗派の人たちが作る、宗派の立宗の人たちが作る形の五輪塔ということで、まあ、それが関西の方から種子島にもこう伝わってきているということをこの五輪塔は表しています。種子島も法華宗に代わる以前は立宗でしたので、この形の五輪塔に関してはその月収に変わる以前の古い時代の種子島家のお墓であるということが考えられます。下の方がそのあれですね、左側がお坊墓地の西大寺様式の五輪塔ですね。大体全部大きい2メートルぐらいの石塔になります。結構大きいですもんね、はい、お墓というのはね、やっぱ見る、なんていうかな、このあれも文化もありますよね。そうですね。全国にこの形があるわけですね。奈良から広がっていくんですね。こう一種の教えを、まあ、拡大していく中でこの形も伝わっていくということで、まあ、それで種子島と関西とのつながりもここにも現れているというふうに言えると思います。一つちょっと聞いてもいいですか。はい。種子島も立宗があったんですけども、はいはい、結局立宗がなくなってしまったわけですよね、はいはい、その原因は何ですか。時氏がですね、日天さんが本当はもともと立宗のお坊さんであった人が修行に行かれて、その修行に行かれた先で法華の教えを受けて、その方が法華に改宗して、で、まあよくご存知だと思うんですけど、戻ってこられた時にその当時の時氏ですよね、時氏にもこう教えを伝えて改修するんですけれども、まあ、何がそんなに時氏の心を動かしたのかっていうのはすごく難しいんですけれども、なんか古文書を読んでいると、なんか術を使ったようなことも書いてるんですよね。それで信じるようになったっていうのも読んだんですけれど、まあ、やっぱりその立宗にないようなこうちょっと魅力的な要素もちょっとあったのかな。あったんでしょうね。ったでしょうね。それがないと変わりませんよね。そうですね。ひょっとしたらだからその宗教的なものとそういったなんか物流とかなんか交易とかそういったものもひょっとしたらこうちょっとこの西大寺様式にしてもやっぱりこうただ純粋に宗教だけではなくて交易の部分もこのお坊さんたちが担っていたりとかしていたようなので、ただ純粋に宗教だけかといったらひょっとしたらそこにはちょっと違うなんていうか利害関係というか、そうですね、そういうのもひょっとしたら裏にはあったのかなという気はします。お坊さんも修行に行ったりして、はい、日本海のところにも行っていろんな文化を持ち帰ってきていますもん ね、はい、だから大事な存在ですもんね。そうですね。新しい何か文化をこう持ってきたりということはあったのかもしれないですね。お鳩墓地は、まあ、主に江戸時代以降のお墓が中心になっています。写真に見ていただ
けると一つ一つが区画を持っていて、お家のような形をした石廟型と言ってますけれども、石廟型のお墓が中心になっている墓地です。この石廟型の墓地を作るようになったのはどうも、19代久本以降になるようでして、今のお墓墓地の大体の原型を作ったのは久本ではないかなと専門家の先生はおっしゃってました。で、お墓墓地になりますと、島津家との関わりがすごく見える部分があります。この形を作っているのが島津家の分家ですとか、重要な家臣団のお墓にも同じような形の石廟型のお墓がありますので、そういったものを種子島にも持ってきたのが、19代久本ではなかったかなと考えています。これは島津家のあれですね、これは、はい、お墓なんですね、はい、薩摩町と。だからもう非常に何ていうかそっくりですもんね。そっくりですよね。だからこういうのを作りたいなと思って持ってきたんだと思うんですけれど、ね、はい。だからやっぱりこの江戸時代になるともう幅の、文化というか、何ていうか非常にね、なんかこう見る幅になってきますね。そうですね。やっぱり江戸時代になると島津家から種子島家に嫁いで来られる方が、はい、非常に多くなって、島津家との密接な関わりがあったと考えられます。で、島津家のからお嫁に来られた夫人たちのお墓を見てみますと、島津家の家紋ですね、丸に十字の島津家の家紋が入っています。種子島に嫁に来たからといって種子島家の家紋ではなく島津家の家紋をつけるあたりがやっぱりこう誇りと言いますかね、やっぱ当時の家柄がやっぱり大事だったんだなっていうことがすごくよくわかります。あと、大体こう当主と夫人の墓は並んで立っているんですけれども、その時に見比べてみますと、当主の種子島家の当主の墓はだいぶ風化してこう原型をとどめていないものも多いんですけれども、島津家の夫人の墓を見ますと非常にきれいに残ってるんですね。風化もそんなにしてなくて残りが非常に良くてですね、石材自体がまず違うんですね。島津家のからお嫁に来られた夫人の皆さんはすごくいい石材を使ってらっしゃって、硬くていい石材を使っていまして、当主の墓の方が今見るとちょっと残念な感じに壊れてしまってですね、奥さんの墓の方が立派に残っているっていうのがよくわかります。2つこう並べてみるとすごくよくわかってですね、非常に面白いポイントかなと。材質が違うんですか。そうですね、石材自体がもうそもそも違ってですね。そうですね、はい、で奥さんの墓はすごくきれいに立派に残っているっていうところが、やっぱなんか家柄がやっぱり島津家の方が上だっていうのをこうちょっと表しているかなという、お墓を見る時のちょっと見ていただきたいポイントの一つですね。そうですね、はい、これはもう本当にポイントなりそうですね、はい、ですね。夫人は強かったっていう感じですかね。で、23代久通のこれですね、はい、他のお母さんのお墓はお母さんが島津家からお嫁に来られた方ではなかったので、はい、非常にやっぱりその島津家から来られた方と比べるとこじんまりとした違う。久通というと正寿院様の旦那様なんですけれども、そんな方を産んだ方でも家柄がやっぱり違うと、すごく小さいお墓に祀られているというのもすごく興味深いポイントですね。だって墓を見てもらえて分かるんですね。そうですね、そうですね、はい。お墓墓地の中に宝鏡院塔という、特徴的な形 の、はい、石塔が何点かあるんですけれども、はいはい、実は島津家の本家の当主の方たちはこの宝鏡院塔、しかも山川石という黄色い山川石の宝鏡院塔を建てるようになって、この山川石の宝鏡院塔というのはもう島津の殿様しか作れない石塔になっていくんですけれども、これですね、下の方ですね、はい、下の方です。これは鹿児島市の福生寺というところにある。ちょっと墓がちょっと変わってますね、やっぱりね。そうですね、かっこいいんです、ね。こう細くなってるような感じですかね。そうですね。で、
まあ、あの山川大師でなければ宝鏡院塔を作ってるんですけれども、他のところでもですね、で鹿児島県の本堂の方にも、まあ、いくつかのパターンの宝鏡院塔がありまして、で、ただ全く同じような宝鏡院塔を作ってるところはそんなにないんですけれども、まあ、それ地域性として、あのこの地域の宝鏡院塔はこんな感じっていう感じで、こういくつか分布がありまして、で種子島はどうかと思って見てみると、あのその他のところではなくて島津家本家と同じタイプの宝鏡院塔を実は作っているというのが少しポイントかなと思っています。分かっていない石塔なんですけれども、おそらく当主の種子島家の当主の墓であろうとは考えています。非常に立派な、結構高さが結構ありますね。そうですね、まあ、ちょっと基段もありますけれど、はいはい、断面が四角なんですね、はいはい、であるところとか、あと傘の上にこう飾りが立ってると思うんですけども、はいありますね、はい、あれを墨飾りというんですが、はい、墨飾りがこう2つこう描くようになっているのも、あ、そうですね、はい、あの島津家と同じタイプの特徴です。そういういくつかのポイントが、まあ、島津家と共通しているので、同じ形式の宝鏡院塔ではないかなというふうに考えています。これはですね、はい、明治21年の文書になるんですけれども、はい、もう種子島家が廃止になって、あのもう主従関係はないんですけれども、やっぱり家臣の人たちが元の殿様たちのお墓をちゃんと掃除しますって言って、その掃除の日もちゃんと決まっているですね、大掃除は5月、8月、8月のお盆前とかですね、12月末の3回で、小掃除は毎月小順院様、24代久光夫人、25代久高夫人、26代時丸の命日に掃除をしますということまでこう書かれて、はい、こと細かくやっぱり、ね、書いてあるんですね、はい、でその規約を結んだのが、あの前田宝山さんが27代森時の後継人になっていましたので、最後にあの前田城殿っていう名前が、ね、出てくるんですけれども、あ、こうですね、はい、ここに名前が出てくるわけですね、はい、森時後継人ですね。種子島家の石塔を見ていくうちに、まあ、種子島には他にどんな石塔があるのかなということでちょっと調査をしてみました。なるべくこう古いものを探してみようかなと思って調査をしたんですけれども、その時にあの役に立ったのがすごくこの下野俊美先生と鮫島さんによります種子島碑文集という一冊に第2週まで発行されてるんですけれども、これがすごく役に立ちまして、600を超える石塔がここにあの記載がされています。手書きによるあのスケッチとか細かいメモまでですね、すごく詳細に記録が残っているので、すごく参考になりました。実は今はもう、こう横に寝かされた状態なんですけれども、そのこの碑文集にはですね、これが書かれた時にはまだちゃんと立っていた様子がスケッチに残されていまして、今も大事にされていると思うんですけれども、当時の記憶がこう残されていました。でこの西村家の墓というのがですね、天正8年という文字が見えます。で天正8年と言いますと鉄砲伝来から少し後の、そうですね、はい、で、この西村家というのはその鉄砲伝来時にあの最初に乗組員と筆談をしたと言われている西村織部の城が出た家でして、あの、まあ、時代も近くてですね、当時の様子をこう伝えてくれるお墓なのかなと思って今回紹介してみました。織部の城の墓がここにあるかどうかはちょっと定かではないんですけれども、同じ家系の、あ、それ刻まれておるんですね、はい、はいですね、もう結構古いですもんね。そうですね、悲劇が出てきますもんね。そうですね、これまたね、結構中世は結構すごい、はい、そうですね、生臭い事件が多くてですね、はい、大塚山の石塔になります、はいはい、
これも南種町の指定文化財にされている石塔なんですけれども、島間にありまして、その中世に11代時氏が、種子島、屋久島、伊良部島3島を立州から法華宗に全部改宗するという、まあ、宗教上の大きな出来事がありました。急にまあ宗教を変えると言われて、当時の地頭であった大塚氏はですね、それに従えないと反抗したそうです。でそのことを罪に問われて、竹のこぎりで首を切られて処刑されたという伝承が残っていまして、でその大塚様を慰めるためにこの石塔が建てられたと言われています。まあ、竹のこぎりで切ったというのがまたすごいですよね。人思いにこうスパッと言ってくれればまだ、まあ、結構だからあの痛い思いをしたんでしょうね。はい、もう想像するともう想像でするんですけれども、ね、今までそういう伝承が残っているというのがやっぱりすごいですよね。そうですね、はい、まあ、結構これもね、あのやっぱしっかり残ってますからね。そうですね、今でもやっぱりね、今でもこうちゃんとこう、はい、だから集落民の方たちもやっぱりね、ずっとやっぱり、ね、大事にされてる、大事にされてきてるからですね。そうですよね、はい、結構古いあれになってくるんだと思います。ね、はい、ちょっと悲劇ですね、これはね。うん、そうですね、まあ、あの宗教に関わるものはやっぱり悲劇がついてくるんですよね。そうですね、石塔祭りが行われる石塔になります。石塔といってもこうきれいに組まれたものではもうなくなっているんですけれども、あの五輪塔の中のこう部品をお高祖といったりこう祀っているような感じですね。すごくそのどうしてこういう形になったのかっていうのがすごく不思議ではあるんですけれども、まあ、いつからこうなったっていうのはちょっと分かっていないようなんですけれども、あの大事なご先祖様のお祭りするところとしてお盆にですね、8月15日に石塔祭りを毎年開催して、集落民総出でこう祖先の霊をお祭りするという伝統が残っている、非常にあの民族学的にもすごく面白い例だなというふうに思います。そうです、ここの石塔祭り私毎年行ってるんです。あ、本当です。あ、載せてらっしゃいますもんね、アップしてらっしゃいますもんね。行ってるんですけど、昨日もね、コロナの影響なかったんですよ。そうですか、はい、ちょっとあのもう人の集まりが見つかってしまいますので、すごく、ね、面白いですね、はい、残ってますね、これやっぱり関心ですよ、これ、ね、うんですね、他のところも昔はあったけど、はい、今は拾っただけなんですかね。まあ、やっぱり昔はそういう流れがあったんでしょうかね、医療でね、はい、これは実はあの碑文集には載ってなくて、はい、地元の方の今西之表獅子を獅子の編纂を進めているんですけども、はいはいはい、それの調査をされている方からの情報提供で、情報提供が分かったんですね、はい、買ったんですけども、うんうん、はい、日高家の墓ということで、これも結構古い、天正2年1574年という、結構古いですね、はい、まあ、下の方は後からきれいに直されてるんですけども、まあ、上の方は古い石あのお墓ですね、天正2年という文字が確認できまして、また日高木の神宗利という文字も刻まれているということですね。でこの宗利という方は、時高の時代の家臣でして、島津家の15代当主高久の軍勢として、戦に出ていたことが種子島家譜に残されています。島津家の支配が薩摩の方でも確立する前にですね、前の時代の話ですね。で何度かこう名前が出てきますので、はい、こう戦をこう何度もくぐり抜けてきた方のお墓だということですね。国神には日高家はあんまり聞かないですね。ああ、国神少ないんですかね。日高という姓はやっぱ中谷が多いですもんね。ああ、そうですね、そうなんですね、はい。寺の門、私もまだ実物実は見てなくて写真と情報だけいただいてこのパネルにしたんですけれども、まあ、一部分はやっぱり日高性があるんでしょうかね。そう、あると思います、はいはい、そうですね、はい、まあ、言えばやっぱこうずっとつながりある可能性はちょっとあるかもしれませんね、うん、そうですね、はい、
ている。あ、そうなんですね。なんですね。去年度から令和2年度からちょっとお坊墓地の調査を始めていまして、はいはい、お坊墓地の背後の休憩者地がちょっと危ないんじゃないかということもありまして、まあ、現状をとにかく記録を保存しておこうということで、あの拓本を取ったり、あとこういう図面実測をしたりですね、そういう作業を昨年度から行っています。今はやっぱり猫は浮かさせないように維持するとかそういったことですか、ね、そうですね。なんかまた新しいことなんか分かったことなんかあるんですか。新しいことですか。新しいこと、まあそうですね、まあ、さっき の花崗岩の話とかですね、はいはいはい、まあ、その辺ですかね、まあ、多分ちょっとこう組み合わせが違ってるやつもあるんじゃないかなという話ですけれど、はいはい、まあ、それも含めて一つの歴史かなという気もするのでですね。これ実測もされたわけですね。はい、これ私書きました、実測。